はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガコレクション、サガ3ですね、続きからやっていきます。まあ、とりあえず地底世界へ入っていくところですね。旅の扉になってるな。これ地底世界か、なんか息とか普通にできんのかな。サモンだかムーンだか忘れちゃったけど、まあ、使わなくていいってことは普通にいけるんだな。で、メザーを使って、あとは打ち漏らしを攻撃していく感じにするか。あれ、クエイク、ヘイスト、ケアルがトルネードはだって一人だもんね。クエイクちょっと使ってみよう。グワー !4 回命中。ってか、早い。地震に弱い。地震に弱くて200か。いや、メザー強え。一掃できんな。レベルアップ。ちょ、回復しよう。ちょ、ディオールにしよう。あれ、ディオールの魔法。ケアルガー、ケアルラビーだけどな。まあ、いいや、回復しよう。で、ちょっと右から行こう。宝箱が見える。あれ、欲しいな。ここなんかいいやつあったよね。三種の神器的なやつ。これ、キノコ。え?キノコに入れる。回復。キノコの形してんな。あ、キノコがいっぱいある。まあ普通に敵は出るよね。で、タキオン、メザ。でもなんかこのパターンでいけんな。フェイクないとこ。ドクター、急降下で200。げっ、死んだ。やばいやばいやばい。まずメザが入ってくれれば、なんとかなる。1540とか。鬼通えんだけど。金めちゃ持ってんな。食べますか?いいえ。で、竜が死んでしまった。お前自分で回復しろ。自分の不始末は自分でつけるんだ。結構長いな、さっきと違って。宝箱、闇の石。闇の石とかはなんか武器とかね、あれだからね。タキオン、メザ。クエイク。あ、きつく。死に弱くて200だからな。でも攻撃した方がいいね。人間は攻撃した方がいいな。てか、ミルフィが死ぬ。ケアルが、コルナレフも回復しておこう。何もない。あ、そうね。これ、飛び越せないよね。このキノコはさすがに無理か。てか、レベルちょっと上げた方がいいかな。先手取られるときついんだよね。基本先手取られんな。あれ、麻痺で死んだ?そんなことないよね。なんか金と経験値のあれが全然違う。マガタマ、よし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 。マガタマは結構重要なアイテムだから。あそこ回復あるんだけど、あれがね、マジックパワー回復するかどうか。ちょっと全部来ていこう、一人だから。まさかり賢者の杖半分だね、大体。せっかくあるから回復していこう。これで、ちょっと待って、能力。あ、回復してる。完全全回復してるわ。めっちゃいいな。先制攻撃。いいね、先制率が高い。タキオン使う前にさ、メザで一掃できるかな。この、ちょっとしたダメージを与える。これも重要。メザの打ち漏らしがなくなるから。ツインヘッド、ツインヘッドって、あの辺の大砲みたいなやつか。結構キノコがあるな。めんどくせえな、全部探してく。サキュバス、隠密、ヒレ。とりあえずミルフィーさえ倒れなければね、これで一掃できるから。ニクスの肉、ニクスの肉。ちょ待って、すげえいっぱいキノコが見えた今。これを全部探索していくのか。うん、めんどくせえからこれでいいや。146。もう経験値が多いんだか少ないんだかよくわかんない。
一回デューンで、ヒーラーかけとこう。あれ、ヒーラーない、そら。高いから買ってねえんだ。はい、ヒール。魔力の実。あ、魔力の実は確かでマジックパワーが全開するんだよね。で、結局メンタで全部倒せるから、連打しとこう。ちなみにこれクエイクなくても770で倒せるのかな？倒せないんだったらちょっと唱えておきたいけど。よし、レベルアップ。あはしまった、なんか変なのになってしまった。浄化マシーン、ミスったな。エクスカイバー620強え。普通に強えんだけど。獣人でしょ、デュー、すべてに強い。まあ、これでいくか。先制攻撃、よし。タキオンもちょっとメザやって攻撃して、攻撃して、メザがどうなんだろう。770で、あー全員倒せんな。じゃあメザだけでいいや。でまあポルナレクはね、普通に魔法唱えとこう。だからまあまあ A ボタン連打。じゃあ人間から全然変化してなかったからね、まあたまにはいいかもしれない、こういうのも。エスパーはね、魔法の力が上がるんで、エスパーはやっぱり変えたくはないんだよね。で問題はなんか真ん中のやつと右のやつがメザで倒せるか。いや強い、メフィストが耐性持ってんのか。ちょっとどうなんだろう。今デューン強いは強いね。ヒットポイント800あるからね。850ダントツで強い。やっぱメザ使ってるからマジクパめっちゃ減ってんな。先制攻撃でも隠密反撃してくるんだ。でミルフィが若干減ってて、エリクサーなんでこんないっぱい持ってんだ。ケアルラでいいか。でまだこっちにもキノコあるからな。すげえ音だな。ちょっとディオーラ自分で回復するか。ケアルが持ってるもんね。レベル30、あーでもレベル30で880だって、シリュウレベル29で639しかないもん。これマジでさ、全部チェックしていくのっていうか、回復ポイントだ、行こう。俺今メザ使ってるから、すげえマジックパワー減ってるからね。ここでまた回復できる。おお、地震。それなりか。よし、レベルアップ。で、回復。してるよね。なんか偽物とか。それはない。なんかさ、どのキノコをチェックしたか忘れちゃうんだけど。先生か、まあ、1体逃げよう。1体だったらいいや。相変わらずだな。すげえ。もう逃げてるとさ、めちゃくちゃインカウント率の高さが目立つよね。戦闘がすぐ終わるから。ハイポーションか。そのためだけに。いや、めっちゃ先制攻撃になってるけど。先制攻撃丸みたいなキャラクターいないのかな。あれ、これいったっけ。あ、これ回復だったっけ。もはやわからん。あーでも180くらい。ちょっと待って、オルナデクハイポーション使おう。早速まあアイテム欄はまだまだ空きはあるけど、あんまり回復、え、これ何？あ、いけないか。溶岩かと思った。あれ？これ何？あれ？これ戻ってきた？え、繋がってるってこと？これ一周、世界一周してきたって感じ？マジか。そういう感じなのか。地震。俺は飛んでいる。かやばい。タキオン。まあ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 、
それなりに強い。まさか一撃死がきついな。のっぽい。ちょっとせっけせっかくだから寝てこようと思ったけど、いやこれは先手を取れる。一発でも食らったら死ぬ。危ない危ない、ポルナレフ危ない、クリスカルヒット、なんとか。ハイパーブレインってめっちゃ脳みそってことでしょ。まあ超頭脳みたいなそんな感じだと思うんだけど、舞い戻ってきた。ちょっと寝よう。さすがにコテージ使うのはもったいないからね。七夜さんってか楽ね。え、マジで宿やないとか終わってんだけどこの街ふざけんなよ。コテージ3つしかねえや。食っとこう。ちょ、気を取り直して。地底世界。え、じゃあちょっとさっき下に行こうとしたけどない。左に伸びていくのかな。やたら食らうな。完全にミルフィーが先手を取れるようになると多分めちゃくちゃ楽なんだろうな。あ、これロボットのパーツ取り付ければさ、戻るんじゃん。てか、強くね？普通に。850人、725ある。マジックパワーが。こいつなんだっけ？ちょ、わかんねえ。何でステータスで見るか。獣人、スフィンクス。攻撃85、命中99、素早さ91。みんなの強さがわかんねえ。攻撃32、防御99、魔力は97、めちゃくちゃ高えな。こいつ防御と魔力99だし。ちょっと下の方からじゃあ見ていく。タキオンとかめったに攻撃しないな。これ肉だから次モンスターになっちゃうんだよね。キノコからどっか行くとかそういうわけじゃなさそうだしな。まあ、キノコ地帯はキノコ地帯で終わりか。はい、人間。そうそうそう、オッケー。ちょっと待って、このキノコも行ったし、少し様子を見ながら探索していかないと。スフィンクスの方が全然強えな。今更だけど。肉食ってみる、もう一回。何の肉食ったっけ、さっき。獣人エキドナ食べよう。タゴン、ダゴン。なんか変なやつに進化した。ただ魔法系っぽいな。魔法系の割にはヒットポイントも高くない。能力とかなんか、ちょ、能力じゃ見れねえんだよ。なんか特殊能力が見たいんだよな。戦闘になったら見てみるか。先制攻撃、せっかくだ。能力、頭突き、渦潮、呪いの歌、サウルト族、竜巻。まあ、竜巻は竜巻に強いって感じだけど。渦潮行け。弱え。めちゃくちゃ弱え。でも能力ってマジックパワーとか使わないのかな。ちょっとその辺はわかんねえ。まず弱いってことがあった。呪いの歌ってね、全員一人か。ちょっと変えたいな。さっきのやつ強かったんだな。ポルナレフやべえ。エクスカリバー普通に強いよね。肉プリーズ肉。け、てか変わったんだけど、レベルアップしたら。ちょっと待って、せっかく変わったから。なんだこいつ、サハギンみたいなやつになった。今度は特に回復はしてない。レベルアップで変わるんだ。獣人オワンです。なんか攻撃よくわかんねえ。てかまず何よりダサい。横顔がなんかめちゃたらこ唇なんだけど。能力妙、渦潮、大旋風。これどう、強そうじゃね、大旋風。名前だけ。拍手。クリティカルヒットとか出なかった。あ、ダメージも伴うんだ。大旋風いけ、超弱え。なんだ、魔力が弱いのか。変わりたい。ちょ、取り付けよう。人間の方がマシだ。これだったらスフィンクス強かったな。そう思うと普
通に当たりだったけど、もう戻ってしまったからな。法則性が全然わかんないし。あれ、どっからどう来てるって、宝が見えてどうのこうのとか言ってたよね。意味不明ちょっと待って、マジで意味不明何もしてないね、ぶっちゃけ何にも進んでないから。まあ宝箱をねちょいちょい取ったけど、物語的には何も進展なし、ただ迷ってるだけ。敵が出すぎなんだよマジで。おお、60ヒールで回復しよう。メザもさ、炎の形してて稲妻だからね。囚人、ちょっと今囚人にはまってるから。なあ、924ある、マジックパワーが。ステータス見よう。あ、まあ、全体的に今80超えてるってとこか。能力、能力、いやーこれちょっと弱いな、能力が弱い。てか能力の強い能力今まで、おお、聞くわけがないだろこいつに石化など。身の程を知れ。ちょっとパーツつけちゃうと戻っちゃう。なんだマジで。音がなんか全部すごいな、 SE が。肉があったら食おう。今獣人だもんね、獣人。マジックパワーある、ヒール控えてないよ。これで回復したっしょ。あ、洞窟がある。ようやくこれで先へ進める。っていうかさ、マジックパワーがもうメザがない。んー、でも攻撃は別に普通に通るね。むしろディオールより強いし。え、ツイン、あ、なんかもう名前だけだとわかんねえな。ツインヘッドって何だったっけ。マルクの実で、ちょっとミルク回復。これで、うん、マジックパワー全回復してるね。またメザ戦法でいこう。で、隠密は多分機械系だよね。で、真ん中のやつメフィスト、違う違う、真ん中ってハイパーブレイン。こいつも機械系。メフィストが、なんだろう、モンスターなのか、機械系なのか。あ、なんか、痛い。やつか、セット。ちょっと変わったな顔ぶれが。スペクター押しかかる。何、あ、そっか、こいつは稲妻に強いんだよ。でかい、セット。体力は回復した。モンスターの肉を食わないといけないのかな。あ、今左宝箱じゃねえか。今日無駄に動き回ってしまって。か、待て、回復しよう。戦闘中に回復する。ミルフィが倒れるとマジ厄介だからな。あれ、スペクター残った。ハキオン、こいつ多分ね魔法に強いよね。メフィストめんどくせえから丸ボタン連打をか。うわ、クリティカルヒット。ヒールを2回、めんどくさい。誰がどうのこうのとかやんの。宝箱、ハイポーションいらん。これさ、ギャー、ジャンプすればよくねと思ったけど、パターンが一緒だな。げ、全体か。なんかこれ多分ドラゴン系だよね。あ、誰か身を守ってる。魔法は特に変わんねえか。何、残った。これは大丈夫。よし、レベルアップ。スペクターの肉を、モンスタークラーケン、いて900。タコ、完全タコな。お、強い強い強い。95 95 95。魔力だけ若干弱いけど攻撃系だね。マジックパワーがやっぱ少ないから、こいつ攻撃系だ。あとで能力見てみよう。シルバーメイデン、デスマスク、触手8って何。まずお、ダメージに強い。マジか。渦潮から行こう。渦潮はちょっと期待できないけど、やってみたい。ちょ、弱すぎだろ。あの、タコ足8本みたいなやつ。
あれがどれくらい当たるかだね。8回ヒットしないといけないっていうあれだったらちょっと使いづらいけど。デスマスク強えな。触手8、あと丸、ほらいけ275強え。食べよ、体力回復、ヒール。あれあれ、どのあれから来たっけ。攻撃できない。マジか、モンスター攻撃できないんだ。武器使えないんだ。それは知らなかった。おっと、変えよ。獣人ナーガ、ナーガって、あ、こいつか。これどこ、なんか新しいとこ来た。あんまりな、なんか能力が弱いからな。呪いが怖すぎるんだけど。で、またヒール使おう。こいつマジックパーいっぱいあるかな。え、マジでどこ、マジがある。先制攻撃、ちょっと街行きたい。ここはあれか、メタモル使わなきゃいけないってやつだ。こいつメタモル覚えてるかな。全員にしか進まぬヨルムンガンドが地上に出た。七夜さん、ああれじゃん、この辺では見かけない顔だな。メビウスの靴ってもう何買ったらいいか分かんねえんだけど。金持ったらいっぱいある。敵出んのかよ。マジか、めんどくせえな。エクスカリバー、やっぱ普通に聖剣つぶおすげえんだけど。テロリスト、セキュリティパーツつけよう。で、もうちょっとコテージが欲しいな、俺的には。よし、安い、コテージ安すぎね。コスパめちゃくちゃいいだろう。魔法屋さん、ソーサラー、サンダー、クソ早いこいつら、マジで。何、稲妻に強い、やりおるわ。見かけない顔だな。マグマ、ホーリー、フレアです。マジか。杖、ホーリー、あれホーリーとフレアってどっちがいいんだろう。マグマってなんだと、わかんねえ、効果がわかんねえ。フレアとホーリーは全体のはず。ホーリーはちょっとミルフィーにして、なんとなくイメージね。で、フレアポルナレフ、これさ、これレベル8でしょ、ほら。レベル8魔法に、レベル8魔法。マグマを使うかどうか。一応1個買っとこう。ですはいいや。で、マグマ一応ポルナレフにしとこう。よし、これで。じゃあ、武器屋。ディフェンダー、ロケット砲、マンジ固め、核爆弾。買おう。かけー。いつ買おう。核爆弾、どんだけ強いんだ。シリューの方が早かったっけ。まあいいや、戦闘中でも変えられるし。待って、タキオンじゃなくてマグマは1人か、フレアは全員だよね。で、メザかホーリーかって言ったらホーリーがレベル8だから使ってこう。パンチ、渦潮は霊気と、まあそりゃそうだよね。いや、なんか変わんなくね、メザもホーリーも。でもホーリーのが多分耐性持ってるやつ少なそうだよね。うん、ちょっとサイボーグにしてこう。呪いマスター。いや、変なやつになったな。あ、これか、呪いの歌やってくるやつか。あんまり強くねえな。月、あ、ここで見れんじゃん。月サイコブラスト、死の呪い、呪いの歌、マルシ。呪文不死、自信持ってんじゃん。これなんだっけ。あ、サイボーグか。サイボーグの次がロボットだっけ。話してこう。最近命知らずの人間が多い、見かけたら食っちまうぜ。あ、人間食うのこいつら。西の塔の高田大丈夫だろうな、俺がもらおう。さあ、こんなやつらにさ、死の呪いとか効かなそうだな。地震、フレア、ホーリー、おい、けっ、行為。
ダメだ、やっぱりこういうのはエスパーに任せるべきだな。もう完全ミルフィー無双だからね今んとこ。ステスロスの頭脳には人間の知能がコピーされている。痛い。ヒットポイントだけは一丁前に高いな。てかさ、宿屋行きたいんですけど。あ、あ、そっか、地震に弱いで300だもんね。ホーリー便利すぎだな。レベルアップ。てかここでもさ敵が出てくるのマジで面倒いんだけど。ちょっと待って、ホーリーいくつ使うんだ。今80でしょ。ミスター反撃サイボーグ全部して体力が回復した。80から44。いやーやっぱだいぶ使うな。もう一回しか氷使えない。なんだこの炎は。家の中で焚き火をしている。人間どもがナスの谷を抜けゴートへ向かっています。モズマの長老、何取り逃がすとラグナ様の怒りに触れてしまう。何人か連れて食い止めろ。ですが今度のやつはヨルムンガンドを倒すことの強者。甘く見ると取り逃がすために。なんでこんな話が通じてんだよ。ええ仕方ない、これ以上町から出せぬ。北の階段にいる門番を連れて行け。はい了解です。宝が気になるからね。これ上なんかある。なんもね。あれここ宿やねえじゃん、そもそも。じゃあちょっと待ってね、西の塔の宝、これが2つあるけどさ、どうなってんだこいつ。すぐカウンターしてくんだ。結果はなぜか最近ホーリーがミスり出した。くれよ。お、強い強い強い、全然強い、普通に。でなくなってしまったからマイクのが1個しかない。もうちょっと買っといてもよかったかもね。まあ、コテージがあるからね、そもそも。え、これ一緒？ちょっとほんとわかんないんだけど。パッと見一緒だな。一緒だよね。あれ、左から出てきた、結局。まあ、いいか。という感じで、じゃあ、今回はここまでにして、次回はこの西の塔の宝を漁っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。